しまったら君は愛も変わらず戦場的な体なのにな。日が落ちるのは早くなったのに街は眩しくなったら君の女の子の日なんかもそろそろだったかな。どんな失敗も恐れない君だから心配になんだよな。寒い時くらい素直になっていい。包んでやる会社会春さ、その華奢な下半身なら本当にお茶のパンツになりたい。きっと雪のように降り注ぐ君の売り物という贈り物。本当にお茶のパンツになれたらずっと君のすべて受け止めよう。わがままもその旗のぬくもりも隣は僕じゃなくていい。見ているよあなたのまた来るから。けど